まずいぞって、あの三十人斬りの熊を素手で倒したという。どうした、頭を叩き割られた奴から前負けんか。いくらだ。俺は傭兵だぜ。あんたらと違って名誉じゃ飯食えねえんだよ。よかろう。見事奴を討ち取った暁には金貨10枚、いや7枚だぞ。せこい野郎だ。小僧、後悔するぞ。銀貨7枚でその頭を叩き落とされるんだからな。貴様のようなケツの青い若造が戦場に立つとは、そちらは相当の兵員不足と見える。クソ、いい気になりよって。へえ、すごいやつがいるもんだな。ねえグリフィス、あんたとどっちが強いかな。くだらないことを聞くな。グリフィスの方が強いに決まってるだろ。剣を引いてくれないか。ダメか。これでお前も終わりだ。したな、構造。なんだこのまといつくような威圧感は。教えたどんな奴よりもこいつは強い。
リフィスも舌を巻くほどの達人だったが、こいつの強さは人間を超えている。するはずがない。あの化け物から逃げおおせてからにしろ。
うなっちまうんだ。畜生。死体がちぎれるまでこの俺と千人町とは少子千万、鷹の段もよほど人手不足と見える。おう、見ればなかなかの気量。今までの比例は許そう。どうだ、ジューダーに来んか。千人町に迎えよ。我がチューダー兵千人を慰める千人町にな。ガッハ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 ッ。ケスが嫌か。ならば死ね。せっかくこの私が何度も逃がしてやったというのに、そんなに戦争の餌食になりたいか。よかろう、このアドンが相手をしてやる。また返り討ちにしてやるよ。たわけたこと。あの時はまだ全力ではなかったのだ。まだ何をもたもたしとるか。えい、アドン様が相手してくれるわ。Ha!
敵は少数。ヒラ、大工させる前に追い落とせ。ありがとう、助かったよ。名は鷹の段切り込み隊長ガッツ。俺のことは捨てて行け。敵に全滅させられたという話、まんざら嘘でもないんだけどな。どうする、生きた心地がしねえぜ。死ぬ気でかからねえとやられる。いや、あの時ほどじゃねえ。あの時ほど絶望的ってわけじゃ。ゾッド、やつは巨大な恐怖そのものだった。ねえ、何をしおる。まだグリフィスを捕まえることはできんのか。すごい、これでは近づいたら血風に巻き込まれるぞ。助かった。出て行くのか。ああ、鷹の段も抜けるつもりなのか。すまねえ。すまないじゃ分かんないよ。鷹の段はガッツにとっても家族同然のはずじゃないか。やめとけリッケルト。大の男が決めたことだ。世話になったな。グリフィス。あの時言ったはずだ。お前は俺のものだとな。俺はこれでお前を勝ち取った。お前の戦場もお前の死も、すべて俺のものだ。俺の手の中から出ていきたいというなら、あの時と同じ剣で自分をもぎ取っていけ。笑ってじゃあなってわけにはいかねえのか。マジらしいな。待ってよ、二人とも本気なの？仲間同士で切り合うつもり？どいてるキャスカ、邪魔すんじゃねえ。切り合いで始まり、切り合いで終わる。それもいい。俺にしてみりゃ上出来だ。お前にとって俺は血を流すくらいの価値はまだあるってことだもんな。生きたいのか。そんなに俺の手の中から出ていきたいのか。ダメだダメだ、許さない、行かせない。ガッツは強いだけど、グリフィスならきっとあいつを止められる。そう、そして何もかもまた今まで通りに。私は望んでいる、いてほしいと、あいつにいてほしいと望んでいる。まるで敵でも見るような目だな。
当然か。恨まれたって文句は言えねえ。だがよ、それでもたとえお前に憎まれても裏切り者扱いされようと、だからよ、だから行くぜ。俺、お前は俺の。け、腕の一本でも切り落とされりゃ目が覚めるだろ、あのバカめ。そううまくいくかな。ガッツの剣は常に生死の境で鍛え上げた、いわば修羅の剣。やはりグリフィスの表情にいつもの余裕がない。二人の力は拮抗している。みんなどうしたんだ。切り合いだぞ、止めなきゃ。二人の問題だ。俺たちが口を挟むことじゃない。忘れちまったのか。剣で取られたら剣で取り返す、それが傭兵の俺たちの鉄則だろ。だけど道端で石ころにつまずいたようなものさ。つまらない小さなことだよな。お前の行きたいところはもっと遥か遠いんだろう。だから大丈夫、立てるよ。そして歩き出すさ、すぐに。貴様が鷹の段の切り込み隊長だったとはな。道理で手強いはず。貴様に我が当術の武具を打ち破ることができるかな。つくづく大道芸人が似合ってるぜ、あんた。剣士にしとくには惜しい。ウルミンとは雷鳴の意、人雷のごとき威力の我が武術最強の武具、よくと味わえ。悪すぎる。ここは引くべきだ。ファイヤーファイヤー、さあブラッド行ってみようか。そう
違う、あの時とは別の。こいつは俺が勝負をつける。こいつとは、こいつらとはどうしてもケリをつけなくちゃならねえんだ。自分の剣で通用するのか。本当に俺の剣はこの怪物に通用するのか。出ろ、俺の体、前に出やがれ。それを使って我らが守護天使を、4人のゴッドハンドを。ゴッド、てめえはゾッドノスフェラトゥ、ノスフェラトゥゾッド、てめえ何のつもりだ。あの方たちの命令か。いや、そんなはずねえ。望むままを行う、それが俺たち人の唯一の戒律のはずだ。そうだ、俺がここで貴様を引き裂いたとしても、それもまた俺の自由。待て、てめえに聞きたいことがある。ショックって何なんだ。この猿の化け物のことじゃねえのか。てめえの言ってた逃れられない死ってのは、こいつのことじゃねえのか。間もなくわかる。すぐに。おい、グリフィスなのか。
キャスカを離せ。何やってんだてめえ。なんだと。一族にはなれん。我ら首都をつけ狙う黒い騎士というのは何のつもりか知らんが、人間風情が我らに立てつこうとは肩払いたいわ。あれは人間じゃない。
てろ。Ah!
それは生贄の焼き印。貴様はゴッドハンド。五人のゴッドハンドはどこにいる？知らん、知らんのだ。あの方たちのことは我々使徒の思い及ぶところではない。本当だ。ゆっくり味わいな。自分の体が焼けただれるのをよ。うわ、待ってくれ。死ぬのは嫌だ。待って、助け。ベルセルク。それは剣というにはあまりに大きすぎた。大きく分厚く重く、そして大雑把すぎた。それはまさに鉄塊だった。かねたぞ、黒い剣士。さあ試してみるがいい。人一人の力がどれほどのものか。まさか烙印を刻まれながら生き延びた者がいようとはな。復讐というわけか。だが所詮人に過ぎぬ貴様にはかなわぬこと。人の力では神の摂理は曲げられぬ。人であること、それが貴様の限界だ。人であることを超越したこの私に勝てる道理はない。砕くか心臓を潰すんだな、なめくじ野郎。許さんぞ、許さんぞ虫けらが。これが限界さ、人間の。嫌だ、死ぬのは嫌だ。朝だ。ファルネーズ様。殺して。殺しなさい。あの男を今すぐこの場で、私の名誉のために殺しなさい。また泣かしてくれちゃいましたね、うちの団長。知らねえな。なるほど、うちの団員たちが手も足も出ないわけだ。貴様も猫かぶってやがったな。
あれ、やられちゃいましたね。ということで、いずれまた。ふざけた野郎だ。剣士、神を恐れぬ愚か者よ、天罰敵面。あなたがどれほどその邪悪なる力を振るおうと無駄なこと。経典をこの身にいただく以上、忌むべき力で我が肉体を傷つけることは叶いません。なんて野郎だ。力は首都並み、タフさは下手すりゃそれ以上だ。あなたは邪悪なる魔女一人と引き換えに何千何万の信者の命が奪われても構わぬと、そういうのですか。ふざけるな。何千何万人が揃いも揃って女一人にすがりついてんじゃねえ。祈りこそは信仰そのもの。祈り、そして全てを神に委ねる。それこそが信仰の本質。祈りを知らぬ傲慢なる者よ、悔い改めよ。神を恐れぬか。あくまで我が任務を阻むつもりか。神様にごまがすりたけりゃ、てめえの頭かち割って貢ぎ物にでもしやがる。もうキャスカには指一本触れさせん。しかし、せめてこの神敵を道連れに、我最後の命の炎で邪悪を焼き尽くさん。遠慮するぜ。こいつは一番神を信じたあんたの花道だ。いや、飛んできやがれ。もう全部が終わってしまったんだって、なくなってしまったんだって思ってた。でも生きてこうしてまた会えるなんてさ。切りかかるなんて、俺たちのあのグリフィスなんだよ。どうしてさ。あれはもうお前の知ってるグリフィスなんかじゃねえ。変わらないな。口より先に剣を振る。いや、むしろ
初めて出会った頃のお前のようだ。同じ顔で、同じ笑みで、同じ声で俺を語るんじゃねえ。てめえ一体ここに何しに来やがった。お前に会いに、あの塔では随分と騒々しかったからな。お前と二人きりで話しているいとまはなかった。この場ならふさわしいだろう。俺たち鷹の団がこうして再び集うには。その名を口にするんじゃねえ。確かめに来たんだ。この新しい体でお前の前に立って心を揺さぶる何かがあるのか。どうやら俺は自由だ。何も、お前がやったことに、お前が裏切ったあいつらに何一つ感じちゃいねえってことか。俺は俺の夢を裏切らない。それだけだ。久しいな、黒い剣士。ゾッと。よくぞ我が予言を打ち破り生き残った。嬉しいぞ小僧。ガッツのあの体型の一撃を受け止めた。あの男は一体。見事だ、人の身でよくぞここまで練り上げた。こうしてこの姿で修羅を生き抜いた貴様ともう一度剣を交えてみたかったぞ。どういうことだ。なぜてめえがグリフィスと。そこをどけ。俺はグリフィスに用があるんだ。言葉は無粋、押し通れ。凄まじい、こんな戦い戦場でだって見たことない。でもあの怒り、あの執念はグリフィスに向けられているの。なぜ。受け流せるような剣圧じゃねえ。同じだ、あの時と。だが戦える。あいつにたどり着くまでの数え切れない夜が俺を叩き上げた。邪魔だ。どうやらクシャーンどもから奪いしこのザンマ島、貴様のそのザンマ島には少々見合わぬようだ。視線、信じられないほどの視線をガッツは超えてきたんだ。絶望より這い出し男よ。見事な剣、見事な技よ。まだまだ味わい足りぬ、食らい足りぬ。ここからだ。ゾット。間違いない、あれはあの男がノスフェラトゥ・ゾット。
これは俺の器となり溶け合ったあの赤子の思いか。そこまでだ。行くぞ。待て、どこへ？言ったはずだ。俺は俺の国を手に入れると。何も変わりはしない。変わりはしないだと。あれだけのことをやって。何も変わりはしないだと。お前は知っていたはずだ。俺がそうする男だと。お前だけは。あんなんが来たら結界だって持たないわよ。し
隙を作らなければ術を行う隙を。了解だ司令官。ガッツさん術を急がなきゃ。あの馬ガエルは私向きの相手のようです。任せていただきます。好きにしな。俺もこのデカブツの方が分かりやすくて性に合ってる。さすがに無茶だ。あんなのに勝てるわけが。そうでもないぞ。あいつこういうの結構慣れてっからな。してるだけあってタフだな。雑魚どもとは違う。くそ、こんな時に何もできねえのかよ。剣族、この地を流れる谷川の精霊なり、古の名役に従い、この地を汚せし悪霊を洗い清めん。川の氾濫、トロールどもが流されちまった。これが魔術。
久しぶりに型を成してみればトロールどもの腹渡だなんて最低の体だわ。ガッツさん、全員出口までたどり着きました。あなたも早く脱出してください。今のはガッツさん、そこで今何が。ガッツさん、会いたかったわ、ボーイ。お久しぶりね。いいえ、私はいつもあなたを感じていたわ。洞窟で、塔で、数えきれない夜の中であなたの洞窟を感じていた。そして道が開かれた以上、あなたが私の領域を訪れることは分かっていた。その憎悪、苦悶、そして恐怖、男と女の秘め事に水を差すものではなくてよ。それともあなたもご一緒する、王様。腹和田の正気、召喚されしは貴様のみか。召喚ですって。私は自ら赴いたのよ、この坊やに会いたくて。ならばもはや語るまい。もう殿方はせっかちなんだから。でも少々じらすのも女のたしなみ。ここは私の体内も同然。暴れなさい、激しく闇の落とし子たち。熱い、熱いわ。体が引きちぎれるこの感触。でも足りない、これじゃ全然。もっと、もっとよ。ここは闇の地球、黄泉のほとり。この子たちはいくらでも湧いてくるわ、地虫のごとく。
もその剣ならば可能。幾百幾千の亡者どもの怨念で期待し、その剣ならば貫け。クソ、一体何がどうなっちまったんだ。キャスの強引な降臨とニューメスの余波だ。この領域の生と死が逃げたぎり混沌と化した。試し切りにはこれはやむしや。これはキャスらをかの渦へ葬らんがためにのみ振るう手法だったのだが、何のつもりだよ。技術なんぞに付き合ってる暇人とも呼びうまいし、ベゲリット我が体内に出会い場へと練り上げた呼び水の剣になる。見えるとはな、因縁か。貴様の噂は耳にしている。人を狩って回る黒い剣士。ゾッと、てめえがどうしてここに。まさかてめえらの主ってのは。知ったこと。人外が主と定めるはこの世にただ一人。ゾット殿、この者の相手、このグルンベルドにお任せいただきたい。よかろう。かたじけない。このグルンベルド、鷹の団の一武人として黒い剣士に一騎打ちを所望する。何、今こいつなんて。鷹の、鷹の団だと。参る。どの口でほざきやがる。貴様らがどの口で鷹の団だと。剣だな。こ
この俺の戦髄を食らってへし折れんとは。だが貴様の戦いぶりは何だ。何の抵抗もせずに吹き飛ばされるのみではないか。なんて一撃だ。波状ついても打ち込まれたみてえだ。人の姿のままだってのに力は波の使徒以上。シール家、よくお聞きなさい。我がマナ弟子よ、あれを黒い剣士殿に。あれってまさか。それよりこのままではお師匠様が。あなたには分かっていたはず。その時が来たのです。人が時の断りを超えて生きながらえることがいかに罪深きことか、魔術師のあなたになら分かるはずです。でもやっぱり寂しいです。私、陽だまりの元の膝枕もゴーレムたちとの午後のお茶もみんな亡くなっちゃう。燃えてしまう。おい、どうすんだよ。このままじゃ。宝物庫へ向かいます。そこにガッツさんに渡さなければならないものが。あの人が私の運命なのかどうか私には分かりませんけれど、今あの人を救えるのは魔術師の私だけ。レイジュの森の魔女フローラの弟子である私だけなのだもの。戦士として我が戦鎚にてほふるにはあたわぬ。木っ端となりて懺悔せよ。やられる。ガッツさん、すぐこちらへ。シールか。なんだこの体に湧き上がってくる衝動。俺の中に何か凶暴なやつがたぎってくる。委ねろ、全てを委ねろ。これ俺の。どこに隠れた黒い剣士。これ以上まだ集大をさらすか。男の打ち込みか。この気は懐かしいな、友よ。奴にも同じ道をたどらせるか。貴様と同じ冥府魔道を。体験と甲冑を身に帯びた者に、いや人間に可能な動きではない。杖なんてもんじゃねえ。人が悪いぜ。あんなすげえものもっと先に。あれはそんな生優しい代物ではないんです。危険です。あれ以上のあんな戦い方。ガッツさんは傷が癒えたわけではないのに。あれはドワーフによって作られた呪物、狂戦士の甲冑です。見事この一騎打ち、貴様の勝ちだ。噂にたがわぬ、いやそれ以上の挑戦士よ。Thank you.
先は我が使命、我が主のために、光の鷹の使徒としてお相手つかまつる。使徒として授かりし、この力を用いて黒い剣士を葬る。ドラゴン、バカな、こらえただと。人の攻撃を人間が、おい、今骨がいっちまったんじゃねえのか。甲冑です。甲冑が折れた手足を補強しているんです。肉を貫き骨に食い込んで。どうしてそんなヤバいもん瀕死のガッツに着せたりしたんだよ。の堅牢を誇る我が攻撃の皮膚に亀裂だと、ありえぬ。戦い方がだんだん人間離れしてくぜ。人間、そう、あれじゃまるで してらけど、えげつねえ戦いっぷりだな。伝説によれば、氷戦士と呼ばれる者は味方にとっても恐怖の対象だったそうです。近くにあるものは全て敵味方問わず切り伏せたからだと伝えられています。まさかガッツがそれだって言うんじゃ。敵は倒しましたけれど、こちらのことが分かってない。来る、皆さん下がって。おい、まだかよシールケ。黒い剣士、
おい、この首叩き落とされたくなけりゃ俺の言う通りに飛べ。てめえとの決着は後だ。奴をぶってぎる。寝ぼけたか。霞を貫く矛など？ある。霞を切る武器ならここに。よかろう。貴様の言葉に乗ってやる。切り裂いてみせろ、あのライオンを。断じて奪われるものにあらず。世は不滅の魔王、焦げ食えるがよい。世は大帝、王の中の王。この地上を最も多く踏みしだき蹂躙せし者。平に這い回りし虫も同然。貴様らの目的が果たされることはない。おとなしく我が軍門に下るがよい。私は死ぬ。たとえ血塗られ汚れていようと、この世界は我がものぞ。この世界は我がものぞ。決着をつけるのではなかったのか。立ち上がってみせろ。できぬというなら仕合うまでもない。引き裂き食らうまで。貴様との試合、次の機に預ける。
存分に血を浴び合える時が来るまでな。用は済んだ。待ち、いやがれ。貴様らがここにいるってことは、奴も、グリフィスも近くに来てるってことか。その答え、聞いてどうする？そうだとしたら、戦うというのか。これから乗り込み我らが主と。ならば話は別だ。たとえ貴様の足腰が立たずとも、我ら全軍をもって貴様を百の肉片に刻むまでよ。ここまでです。化け物同士の喧嘩なんて知ったことではない。そうですよね。だな。つうことだ。こっちにも用はねえ。とっとと失せな。失わない。